河合の第2回呪術模試、英語からいきますか、はい、国語が言語感、日本史がその志望校を見ましょう、志望校班って、勉強してんの、いやこれで伸びてるの、でもちゃんと採点のする人何もやってない。そうです、始まりました、マティシャンです。さあ今回はですね、はい、久しぶりになんて名前、もう本名のやつしか見てないからわかんないよ、もう一応横山でやる、横山で出てるわ、はい、そうだ、はい、ではでは、模試帰ってきましたね。何の模試でした？河合の第2回記述模試、はい、はい、第2回記述模試帰ってきましたんで、もうね、なんであなたたち同じ模試受けないんだっていうね、もうそれぞれバラバラの模試受けてるんで面倒なんですけど、和子がマーク受けてで、横山が記述で、ガングロを辞めたガングロは闘志の模試って言ってたし、はい、じゃあ皆さんバラバラなんですが、じゃあ見ていきましょう、はい、河合の記述模試なんですが、はい、教科は、教科は英語で、国語が言語科で、日本史 B です、はい、はい、ということでしたんで、じゃあまず英語からいきますか、はい、英語は何点だったんですか？60点です。60点、200点満点で60と、はい、100点満点だと30点じゃん、はい、やば、偏差値 45.1、 学力レベル D ということで、あららららら、で、国語が言語科、はい、で、200点、はい、で、52点、偏差38.4、学力レベル F、 あちゃ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 、そして、日本史が75点、あこれ100点、100点満点で、これだけ 68.1、 偏差値が S ですよ、もう何この差、30離れちゃいました、何、日本史は得意という、得意ってか、うん、ただの暗記だけなんで、まあ、全体杯偏差値 50.5 ということで C ですね。じゃあその志望校を見ましょう、志望校判定、はい、まあそうなるよね、はい、まあ、まず早稲田大学社会学部 E、 早稲田大学商学部 E、 早稲田大学人間科学部 E でしょうね、あ、早稲田しか書いてないんだ、そうですね、多分順位としてもだってね、まあ、4555人中4053位とかになっちゃうからね、はい、それはきつい、これで早稲田はきついさ、はい、いや自分でも思うのは、勉強してんの、はい、してます、どこまで行ってんの、英語とか、やっぱり独学って大変よ、え、どこまで行ってるか、こういうのね、英語ルールズの4まで行ってんの、はい、ルールズの4まで行ってるのになんでこんなに全然できてないの、それってで、なんか、うん、やばすぎて、うん、ちょっと戻ろっかなっていう、そうだね、いやそれはそうでしょう、まあ、日本史、そっか、センターの問題解いたりしているのか、そうですね、なんかセンターの方がいいって聞いたんで、うん、日本史1も1と日本史100題と日本史センター、はい、で漢文が、漢文の読み方&解き方、うん、これはもう夏終わりぐらいに始めたんで、ああなるほどね、でも現代文なんか早稲田の国語言ってんだけども、古文もポラリスさん言ってるし、でグループで覚える古文600、現代文は漢字1800、文法もポラリスさん言ってる、英文法、これはもう最近始めました、うん、なるほどね、あスパルタね、スパルタ3、スパルタはめっちゃ直してるんですよね、うん、なるほどね、で英語解体英熟語、いやこれって伸びてるの、でもちゃんと、いや現に伸びてないっていう、それさ本当にちゃんとやってるのかどうか、はい、一旦見ないといけないよね、どれだけ覚えてるか、はい、これチェックしないとダメだわ、はい、ちょっとじゃあまあ記述のまず見ます、回答、まあ、作文だったらね引っかかんないですか、著作権、いやこれ、まあ、一応ね河合塾でこういう採点もやってましたから私と、これ何 A 描写するやつ、あそうですそうです、意味わかんなかったです、はい、なんか A 見れないの、荷物が、あそうそう、うん、ちょ問題忘れちゃって、うん、なんか荷物があって、うん、電車で、うん、でなんかその荷物を持ってかずに人が降りちゃってみたいな感じだったと思います、なるほど、なんか内容が説明がやや不十分であるって書かれてるThere are a man and a woman who love who have two bags on the train when she leaves、三人称単数の英称がついてないでしょ、 when she leavesHe left one bag。 なんかこれ時制どっちなのこれ、過去に合わせるか現在に合わせるかしてください、 one bag、はい、で、置き忘れる場合だとどこにをつけなきゃいけませんよ、あ、はい、leave 何々にどこどこっていう風につけないといけない、はい、then he realized it、 あことね、それに気がついたってことでね、はい、so he called、 また原型だし、あ、はい、採点のする人何もやってないんだよね、今呼んでるの、それだったら is calling だけど、うん、まあ、これだけだとしても電話してるみたいですけど、はい、で give また元気、 her the bag、 she say また say thank you、 やばいし、これ点々人だし、 he say you are welcome、 you are welcome のスペルもやばい、書いたことないんで、もうやばいよ、まあまあ社学はないけどね、そういう作文はないけど、やばいな、レベルとしては、なるほど、じゃあこのレベルで戦うのか、きついな、
なるほど、 You are ですからね。え、何これ漫画なの、それともなんか 1コマなの。4コマ、4コマだね。そういうことだね。だからなんか読んでてなんだと思ったの、そういうことは、はい、だから全部過去形で合わせないといけない、それだったら、はい、なるほどね、はい、4コマ漫画だったわけですね。でその他の記述をちょっと、見ていきますけど、ああもうで何も書いてないじゃん、そもそも空白、時間なかったっす。これ何、説明問題、和訳、多分和訳はこっちで説明かな、うん、和訳も書いても×じゃん全部、はい、いや記号の2つしかあってない。あ、これ多分一番最初でしょ、これ最初がこっちだね。文法とかもあったの、はい、なるほど、はい、あ、整合ですかね、分かんないです。あ、まあとにかくやっぱ記述には弱いと、はい、いうことですね。まあ、それは分かりましたけど、まあ写学記述はないけど、それにしたってもっと取らなきゃいけないですね、うん、そうか。進め方とかどうしてんの、勉強。あ、でちょっとそれ聞きたかったっす、うん、なんか英語一問問題やるじゃないですか、はい、解説読んで、なんかまあ音読しろって言ってるじゃないですか、うん、なんで音読するんですけど、うん、なんか1日何回読めばいいのかと、うん、それをどんぐらい続けるのかっていう。いや、そのレベルに行ってないよね、まずね。そもそも解説読んでどうしてんの、はい、解説読んで、うん、特にじゃなくて、解説読んで、はい、まず解説読んで該当箇所が合ってるとか確認してますか、ちゃんと。あ、はい、それはします。ちゃんと該当箇所合ってる、はい、でその後に長文だったら問題で出てきた知らない表現を覚えるとか、はい、取れなかった構文のチェックをするとかやってるの、はい、それなんか音読の時確認なんていうの。ダメです、逆です。逆の、それをやった後に音読をするんだから、はいはい、まあ、もちろんその最初にねチェックするときに読んでいきながらっていうのはあると思うよ、もちろんその時に音読してるってことはあると思うけど、はい、意味が分かった状況で英文の内容が分かって英文の意味が分かってる状況で音読しないと意味ないですからね。意味分からない英文を音読しちゃって何の力にもならないから、はい、なんかそのルールズの後ろの構文載ってるところを先読んでから音読かして、うんうん、そうそう、こう読んでじゃなくて、はい、読んで自分で分かるレベルにしないとダメだからね、はい、そうやって出て構文、あ、書いてある、はい、なるほどじゃなくて自分でその構文を取れるようになってなきゃいけないわけで、はい、自分で構文取れる、自分でこのいろいろついてなくてももう自分でそれができる、自分で知らない表現はもう見てわかるっていう状況にしてから音読ですからね、はい、いきなり音読やったって意味ない。わかりました。わかりました。そうだから、それだって古文とかだったら漢文とかだと同じだよ。それやってから音読しましょうとかっていうぐらいね、古文の漢文ですね。あ、音読するんですか。するよ。漢文なんか音読はめちゃめちゃよく聞くって言われるよね、はい、失礼します。わかんない、古文は俺はやってなかったからなんとも言えないけど、苦手だったから。え、そうだって聞くけどね、はい、まあまあまあそういう感じで、まあ、言えることは理解せずに進んでるんじゃないのっていう感じ、うん、こんなに低いってことだって、進んでんのにさ、ルールズも4までいってる、うん、でその文法とかも説明できるの。なんかやります。なんかやりますって、もうそれね、いや、やらないとダメだよ。まあまあ独学だからその辺がねきついんだよね。それできるようにならなきゃいけないからね、はい、だから困ったもんだぜ。説明する相手を、まあ独り言でもいいし、ちゃんと言えるように。まあそうね、実力チェックだな、次やるときは。じゃあ、わかりました。あ、でも iPad 持ってんだったら別にここで実力チェックできるな。よし、次はそれでやろう。はい、じゃあいうことでした。はい、じゃあ横山の、はい、まずはびっくりする結果でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。キングラストマンゴー合ってるわけない。ごめんなさい、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 合ってるわけないでしょ。もう見てなかったって。